エルデンリング。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。エルデンリングにダウンロードコンテンツ DLC が登場しました。で、シャドウオブザアードツリーでいいのかな。ね、というわけで今日はこの絶望の世界にもう一度俺は挑みたいと思います。やっていきましょうか。俺のセーブデータこれだ。120時間やってる。結構やってるな。やっていきましょうか。ぶっちゃけ今何も覚えてません。さて、なんか設定することができる。びっくりマーク表示するとか、新機能ができるんだって。はぁ、よか、これめっちゃ便利だね。びっくりマーク今までついてなくて分かんなかったもんね。さて、走り方含めて全て忘れました。あ、急にエストビンを飲みました。はい。皆様、ちょっとやばいかもしれませんね。さて、今から DLC の世界行こうと思うんですけど、まあね、過去のエルデンリング見てない人も多分楽しめると思います。僕もストーリー結構忘れてるので、ね、一から全部学んでいきましょう。逆に過去から見てた人が俺が忘れすぎてて、ね、困ってると思うので、その時はぜひともコメントで教えてください。2周目の世界は始めないんですけど、待って、まずね、なんか、ワープできたじゃん。どうやってワープするんだっけ？マップから行けたのか？そうだそうだ。ここかな？ねえ、新人眠りの眉。地下の世界のここだったよね、多分。ねえ、なんかね、簡単にちょっとDLC どうやって入るのかなって思ったら、これだ。モーグイン王朝のここだ。ここの、この登場人物で話しかけたら進むみたいです。さて、ここからは何もわからぬまま行きたいと思います。操作方法がわかりません。またエスト飲んだ、急に。大丈夫かよ。こんにちは。君もミケラ様に導かれたんだね。私はレダ。君と同じように導きにしたかい。あの方の足音を照る。枯れた腕に触れれば君も導かれるだろう。ミケラ様が向かわれた影の地に、そこに同志がいる。私たちと同じようにミケラ様に導かれた者たちが、もし彼らと出会うことがあれば君に協力するだろう。どういうことや。ミケラってのはね、一応本編に出てこなかったデミゴッドって言われてる人の一人だよね、確か。ねえ、なんか匂わせだけしてて出てこなかったキャラクターだったと思うんですけど、それがここですね。この子なんでしょうか。と言って触れてみましょう。影の地へ向かいますか。行ってみましょう、影の地へ。レッツゴー。ドキドキするね。え、来ました。これどんな武器だ。ちょっとでも武器がまずわかんでしょ。武器見させて。俺ホスロー装備だったっけ。俺自分の装備、なんか昔どうもダイダラダーンですっていうことしか覚えてないんだけど。最後の方ずっとこんな装備だったっけ俺。ほら、ラダーンの装備ばっかしてたイメージしかないんだけどな、俺。ダイダラダーンですって。まあいいや、一応今の装備でいけてるので、これでいきましょうか。で、竜王の剣。神の意見だって装備してんのは。全然わかんねえ。乗りで行くか。よし。強攻撃とかだね。オッケー。さあ、進んでいきましょうか。おぉ？うわぁ！今から始まるぜ。墓地平原。新しいエルデンリングが、ダウンロードコンテンツが始まる。なんか、どうやってあれで馬乗るんだっけ。馬の乗り方も忘れちゃった。はい、ロストグライス、なんとかかんとか。ね、ちょっと座るか。休憩しよう、ここで。一泊。特に何もないよね。影の地の過去って何これ。ここだよね、影の地って。え、何これ。かけらのなんか、エイジの破片を消費して過去を上げることができる。エイジの過去は受けたものの攻撃力と活力を高めるが、影の地以外の外は発揮しないっていう。持ってない。こっちは霊杯の過去。霊杯の過去は召喚する。霊体と霊杯の攻撃力と活力を高めるっていう。あー、なんかそういう過去があるんだね。DLC 専用過去。なるほど。わかんないっす。大ルーンとかも。こんだけルーン持ってんの。よし。頑張りましょうか。馬の乗り方だけしゃがむ。ねえ、あ、またエス、あ、なんか飲み出した、急に。飲むなよ勝手に。オッケー、馬を追い出した。
あれだ、長押しショートカット登録してたわ。明かりとかいつもつけてたもんな、こうやってライトとか。ねえ、望遠鏡だっけ、これって。君のことよく見せてくれ。これが今から行くとこだよね。この木？ミケラの木？なんかな、ちょっとよくわかんないですけど、皆さんなんか補足とかあったらぜひとも教えてください。じゃあ馬乗っていきますか。うわ、馬夏いな、なんか。よし。じゃあとりあえず進んでいこう。敵と、久々に戦って俺勝てる気せんねんけど大丈夫かな？ん？なんか今あった？いや、血の跡がこれ。誰か死んだここで。なんか血の跡があるんだよね、誰かが死んだとこでは。なんか出てきたね、いきなり。おい、痛え！よし、馬バトル来た。ちょっと待って、さすがにまずいっす。痛いっすね、さすがに。やべ、死ぬ。発熱する。やばい！くっ！やだ、ノブだ、ノブだ！戦い方がノブだ！戦い方ノブだ！技使おう！ほら！生きてる俺。いって、剣投げるな！ちょっと、いきなり大変だ！剣変えよう。ねえ、あ、これ黄金肌。よし。ほい！ほい！一旦逃げろ。ジュース飲もう。いきなりちょっと雑魚的強えけど。よし、うら、致命の一撃。ほら、いきなり。うわー、俺不安しかねえこのバトル。いきなりこんな苦戦するか俺。これ武器とかこれあれなんかお試しでつけてたやつだ気すんな。この竜王の剣とか。いつも何使ってたっけ俺。ロジェールさんの剣使ってたっけ。違う、こっちだよな絶対。血の、なんとかの、これだよね。ねえ。血のアリレイピア。神の畏敬も使ってなんか、俺冒涜の聖剣使ってた気する。ちょ、なんか昔のこと覚えてる人いたらなんか、お前なんか何使ってたのって教えてくれみんな。ガチ忘れちゃった俺。いろんな剣あるからね、このゲームには。よし、ちょっと頭だけラダーンにしといた。かっこいい。やっぱラダーンの方が上がるね。あ、なんか後ろ姿、この赤いやつ、しっくりくるわ、ちょっと。一回ちょっと雑魚的戦何度か繰り返して、ちょっと使い方覚えましょうか。技なんだっけ？グサグサグサね。あんま使わんかった気する、これ。よし。これクラスの雑魚的がいっぱいいるんですかね。え、キノコ落ちてる。赤肉キノコだって、美味しいのかな。さあ、今ゲットした赤肉キノコです。で、影の地の各地で容易に手に入るって。お、地図断片、マップ、ファウンド、墓地平原。さあ、墓地のマップゲットしました。なるほどね。ここから来たんだよね。ちょ、ここの上のこことか、なんかこれ、見て、ここにもある。どっち行くみんな。まあ、でもまずこっちの近いところから行こうか。ね。砦か。なんかいきなりボスっぽいやつ待ち受けてるけど。こんにちは。どちら様で？てん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 。なんか喋れ。みんな燃えちまった。あの、メスメルどもが、みんな燃やしちまった。わしらが何したんだ、ただ生きてただけだろう。ねえ。わしらが、なんか燃やされたって言ってる。すげえ。なんか、火に焼かれた廃墟。え、なんか呼べるじゃん、誰か。誰呼ぶ？え、俺、うつしみ？うつしみってなんか自分だっけ？よし、うつしみさん呼んどこ。って、敵さん！なんだお前は。ねえ、なんか変なのやつ。よし。すず、全部やっつけるか。焼いた人たち。焼けた人。君なんなの君たちは。本当に。お墓だよね、ここ。うつしみくん頑張ってます。頑張っていく、この調子で。全部やっつけよ。敵これ。やれる？全部やれる。ひびの大壺。壺もある。
何に祈ってんだ、黄金獣みたいなやつに祈ってんのかな。まだ色は敵、ほい、いた、よくも俺を切ったな、お前いって、中で物投げていいだぞ、こいつ一人物投げていけません。で、これアイテムある、なんだこれ、大坪氏の製法書、来た、大坪氏の製法書、結構いろんなアイテムあるんだよ。なんか最近ゲットしたアイテムタブが出たんだよね、アイテムが増えるやつ、日々大坪アイテムの制作に必要だ、アイテム制作のアイテムばかりですね、この辺が影の地各地で手に入るアイテムがいっぱいある。よし、ジェストビングガンガン減っていく、あっちめっちゃ敵おるな、蝶々飛んでる、かわいい蝶々、え、なんか脇道逸れてるけど大丈夫かな、あっち側一旦でも先に中入るか、多分このゲーム最初ね、いきなり絶対ボスと戦わせるとされるんですよ、俺絶対知ってる、エルデンリングのこと何でも知ってるから俺、いきなり絶望だよ多分、いきなり積むんだよ、ね、獣ってなんかこうやって倒した気するカウンターとかしてオッケーオッケー、ちょっとずつ思い出してきた、ちょっとずつね、えよし、まあ、細かな探索がね、エルデンリングはね必要なゲームだからね、しっかりとやっていこうと思ってる、ナイス、よし、意外と右下1万溜まってるね、意外と、あれ祝福あそこあるけど、いきなりなんかめっちゃ燃えてるやつおらん、あれあれボスやん絶対うわ、何もなくゲットしてしまった、ここロストグレイスなんとかかんとか、え、ちょっと待って、消えちゃう、うつしみくん、ちょっと待って、戻ろう戻ろう戻ろう、うつしみが消えちゃうからね、戻らないと、耐えてきた、よいしょ、ってことは あれより先行くとうつしみが消えるんだよね、俺たちどこ行けばいいんだこれ、じゃあここの建物の中ちょっと探索するのか、じゃあ一旦、あれ俺なんか回復してないわ、あ、そうか、休まないと回復しないのか、休んだ方がいいかな、ちょっと待って、ね、一旦ここ登れないから、なんかズルして登れなかったっけ、こういうとこって、そう、馬ジャンプ、あ、馬ジャンプ、馬だ、この馬うまい馬来た、うまい馬使えばどこにでも行けるんだ俺たち、やったーい、誰よあんた、ちょっと待って、もう操作方法が怪しすぎて降りれない、ねえ、よいしょ、石投げおじさんやめて、ほんとなんかないの、ここねえ、読む、この先貴重な相手はない、ないのかい、いやー、なんかちょっとずつ思い出していくからね、まず最初は暗い、この先狙撃手に注意しよう、あ、もう倒した先に、ここはどこだ、なんか開いてますか、へい、影の地のルーン、なんかルーンも影の地用になってるね、これなかったよね、今までね、1万ルーンを得る、1万もくれるんですか、ありがとうございます、もっとください、よし、じゃちょっと上登っていこうか、ここメッセージを読む、おお、絶景絶景、あれボスだよな絶対、勝てんのか俺に、マジ操作方法がわからん、この先何かがある、さて構えとこ、美しい、ね、なんか見た、あそこすげえ首吊りみたいなやつがある木が、うわ、あそこなんか小屋があるね、あっちには、エルデンリングはね、一応オープンワールドなんで見えるところに大体行けるゲームです、大体ね、うん、行けんかもしれんけど、この先街道がある、どういうことや、なんか死体があるな、え、待って、なんドアがあるぞ、開けゴマ、読む前に開けようとしよう、なんすか、こんにちは、あ、宝箱だ、すげえラッキー、イエイ、なんだこれ、解釈の刃、新しいアイテムですね、なんでしょうこれ、解釈の刃、地名の一撃の後攻撃力が高まる、わー、これあれだ、アクセサリー的なやつだ、多分
あ、そうだね、解釈。地名の一撃やった時の攻撃力高まるから。まあいいんじゃないですか。いや、なんかこれ装備してるとこんななんだけど、今、技量、進行、筋力、ステータス上げるやつしかつけてないんだけど、何がいいんだろうね。みんな、ちょっと忘れちゃったからおすすめアクセとかもあったら、ね、エルデンリングオタクの方、よろしくお願いします。よし。うん、いろいろと見て回った結果、特になんもなさそうかな、ここのエリア。多分今のアイテムが、ゲットできるポイントってことで、多分いいと思う。うん、蝶々めっちゃある。ありがとう、蝶々。ねえ。おぉ、絶景絶景。まあ、こんなとこでしょうかね。エルデンリング一応高いところから落ちたら死ぬので、そこだけ改めて注意しておきましょうってぐらいでしょうか。多分。死んだよね。多分死んだと思う。よし。そんじゃあ、行くかね、先へ。もういきなりなんかやばそうなんだけど、このゲーム。ほら、もう間違って、ほら、馬を降りようとしてエスト飲むんだよ、今。やばいって、マジで。休もう。一泊お願いします。レベルアップまで次、だいたい15万いるんだ。普通。すぎる。よし、さあ、あいつと戦いに行くかね。じゃあちょっとどう戦うよこれ。とりあえず一旦近寄るか。ねえ、こんにちは。火の巨人、何こいつ。ちょ、だだ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 。え、雑魚的これ。ちょっと待って。これ雑魚的っぽいな、今の。いきなり、秒殺したけど、俺。秒殺のダラ。はぁ？ DLC 初死。来てしまったか、ついに。回収せなあかんな。死骸を。俺の死骸。一応、知識も読んどこ。炎が怖すぎ、ワロタで、サッカーやろうぜーチェーちょっと待って、俺の死体どこ、死体どこ、俺の死体どこ、死体、医師死んだ、生きてる、あ、だだだだ、よし、オッケー、サッカーやろうぜー。馬も死ぬ、馬も死ぬ、よし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 、えぐ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 、よし、ほら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 、やったー。ティッシュも頑張ろう。痛い、死んでる、生きてる、生きてる、なんか知らんけど生きてる。あたた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 た、わけがわからん。ティッシュ死んだっす。あっつ、やばすぎるってそれ。ねえ、無理だってこいつ。勝つの、どう勝つのこれ。雑魚的だよね。あ、捕まった、待って、ポイジュワーじゃないよー。焼かれたよ。早いよー、頑張って、ジャンプー、あっつー、よっぽい、よしよし、今の行動ありがとう。 500？ ねえ、ちょっとずつダメージ与えてます。行動パターン読んできました。500、これダメ、ジャンプで避ける、今のは。あ、連続たたたたた、よし、ダメ、でもダメージ量が少なすぎる。これ勝てるの本当に。ねえ、ういうい、よし、削ってはいる。あたた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 、わあ、俺ごと踏みつぶされた。
足元張り付けた。あ、足元張り付いたら、助けて即死やサッカーやろう、セウス。オッケー、もうでもパターンはね、もう分かった。こいつ徹底すること、こいつの線はジャンプで全部攻撃避ける、あとはひたすら切る。ジャンプで避ける、やめて、連続は効いてない。連続どんどんはやめる。連続どんどん3連続どんどん3連続どんどんは やりすぎ。それはよし、またやってきた。近づいたらね、割とストンプしかしてこないからね、ストンプの隙を借り続けるゲームでいこう。もうタイミングずらすな、バカ。お、燃えたか。燃えろ。やめな、もうない。またそれで、うえーい、ぴょんぴょん。こっち3連続ストンプ来る読み、いきますはい、もう待って、匠、こいつ戦の匠来た。やめてください。怖い、掴むのだけはマジでやめて。ほい、ジャンプ。やば、怖いから後ろずっと回り込もう。一緒ね、でも見て、体力全然減ってね、敵やばいってこれ本当に体力の減り方やばいって。まあ徹底すればなんとかなる気もしなくもないので、徹底していきましょう。よし、左足狙いのダラ。うわ、ぶっ壊れたか、これ今の。ダウンした、ダウン。顔光ってる、顔光ってる。ここだよね。よし、チーター、致命の一撃ドレッド来ました、倒し方 OK です。もう負けません、勝てそうです。これ激アツコンテンツ来た。これ次スタンないかもな、この感じ。あ、いた。ということで、俺がさ、お前なんかに負けるわけないじゃん。ドゥイー、私の勝ちだ。ダイダラダーン最強、弾く片しずく、鐘炉の面。なんだこれ、ネームドモンスターだって。アイテム制作に用いる素材だって。お面なんだこれ、被るんじゃなくて。被りたいと思ったら霊薬に、配合してガードを鍛える。霊薬の素材きた。はーい、めっちゃ燃えてるここ。いやー、ちょっとなんかエルデンリング、いや、よかった、久しぶりに戦えたのがお前で、俺はまた少し強くなれた気がするよ、今の戦いで。ごめん、祝福どこどっち、反対側だ、こっちだ。よし、よかったよかった。いや、まあ全然今の戦い見てる感じどう、みんな。俺いけそうだと思ったっしょね。やっぱ、馬の折り方がね最初エストビンを飲んでしまう、間違ってエストビンを飲んでしまう俺であろうともなんとかなってる。あれ、ルーン全然もらってなかった。いくつもらってた、ルーン今。めっちゃ少なかったんかな。何着て見てるの君、おじいちゃん、おじさん。私はわかるよ、おばちゃんだったかも。あんたたちの恨みはずっと残ってる。そうしてあいつらを呪うのさ。メスメルを、マリカの子たちをね。メスメルって誰だ、マリカの子はわかるけどさ。ほら見て、これ、首吊ってる木。うまーい。あ、素材だ。白肉キノコ。赤肉じゃなくて白肉もあるんだね。これ。各地をなんかいっぱいに見て、これ巡回してる人がいっぱいいるんだよね、ほんと。一撃だ、この辺は。じゃ、急に、ハエが戦ってる、ハエたかり、ハエたかりの魔法使っちゃった、間違って。猟犬のやつ。なんか猟犬なんか、追撃なかったっけ、追撃やり方忘れちゃったな、追撃。ラダの実とかなんかいろいろ。人の死体を漁って、ねえ、
食べる飯はうまい。なんか追加入力だったよな、確か猟犬の攻撃って。こうして、あ、いたいたいた、こうだ、こうだ、オッケー、オッケー、強攻撃だ。これが強いんだよ。猟犬、猟犬の剣技。猟犬ステップとかもね、一応あるよね、確か。ウィー。蹴られてた。ガーン。ワンちゃんやるお。俺はな、みんな、やればやるほど強くなる。もう俺最強だったわ、これで。みんな、大丈夫。もうみんな安心してみてくれ。次回からも。よし。ここは何だろう？お、なんかアイテムある。なんだこれは。ん？礼拝、あー出た礼拝の加護！影の地の各所で礼拝を入手できる。祝福でそれを消費することで礼拝の加護を上げることができる。礼拝だー。首がない像のところであるんだね。マップの果てでした。こういうのも各地で集めていく必要があるわけだ。絶景、ああ、待って、あ、待って、待って、絶景、ボンボンボン。やっぱ操作ミスがマジ怖い。操作ミスが怖い、このゲーム。やばすぎる。いや、急に走り出したでしょ。クソ焦ったわ。今、心臓パンが取れた。よし、じゃあ初回なんでこの軽めに終わりましょうか。まあ、軽めって言ってもなんか強いやつ倒したけど。でもネームドボスじゃなかったんだね、あいつは。意外すぎるわ。よし。じゃあちょっと次回この辺の探索などなど含めて、がっつりやっていきたいと思います。あ、ちょっと待って、先にあれだけ使おう。加護。礼拝の加護。はい。礼拝の加護が上がりました。やったー。もう上がんないっす。よーし。ちょっとこの調子で頑張っていこうね。はい。それではまた次回の動画で大ダラでした。おつぽよ。大ダラン最強です。